大リーグ機構 MLB は14日日本時間15日両リーグで決出した打者を選ぶハンク・アーロン賞の受賞者を発表しナリーグはドジャースで大リーグ史上初の50から5054本塁打59盗塁をマークし本塁打と打点王に輝いた大谷翔平投手30が2年連続2度目の受賞 エンゼルスに所属した昨年に続いての受賞で、両リーグでの受賞は大リーグ史上初の快挙となった。表彰式を欠席した大谷はビデオメッセージでコメント。ありがとうございます。ハンク・アーロンさんにちなんで名付けられたこの賞を受賞できてとても光栄に思います。投票してくれたファンの皆様、レジェンドの皆様に心から感謝します。2025年にお会いしましょう。 などと感謝の言葉を述べた。また、最優秀指名打者に贈られるエドガー・マルティネス賞、今季活躍した選手をファンと専門家の投票で選ぶ、オール MLB チーム、も4年連続4度目の受賞となり、1日で3冠獲得となった。12日に打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を受賞しており、オフの主要表彰では4冠となった。21日、 同22日に発表される MVP は大リーグ史上初の DH1000 人での受賞が確実で、最大の焦点は3度目の満票受賞なるかとなっている。大谷の2年連続五冠達成は確実な状況だ。1999年に創設されたハンク・アーロン賞は、メジャー公式サイトの記者らが各リーグの最終候補10人を選出。10月13日までファン投票が行われ、 米国野球殿堂入りの元選手の投票も加味し、最終決定される。